前抗議です。新政権になって最初の首相官邸前抗議です、それでは抗議始めたいと思います。シュプリヒコール、原発反対、原発反対、サイカド反対、原発反対、包囲を止めろ、包囲を止めろ、お待ち来るな、お待ち来るな。はい、では、ここで共産党の、岸井さんと、そして笠井さんがいらっしゃっているので、スピーチお願いします。皆さんこんばんは。共産党の岸井和夫です。今日は安倍原発推進内閣が発足して初めての抗議行動です。ですから私一つ証拠物件を今日持ってまいりました。これ2006年の12月に共産党の吉井秀勝議員が出した質問主意書なんですね。で、原発の安全に関わる重大な質問主意書です。この質問主意書の中で私たちは、大地震が来た場合に送電鉄塔が倒れる、そして内部電源もバッテリーが働かなくなる、そういうことになったら原発の気圧機能がなくなってメルトダウンが起こることになるじゃないか、この問題についてちゃんとした対策があるんですかと聞いたんですね。それに対してこういう答弁が残っています。ご指摘のような事態が生じないように安全の確保に万全を期しております。こう言ったんですよ。この答弁を残した人は誰か、安倍晋三首相だったんですね。安倍晋三さんの答弁がこれですよ。そしてこの時に経済産業大臣をやって原発推進の旗振りをやっていたのが甘利明さんという人です。皆さんこの二人、安倍甘利コンビ、この二人がですね、福島原発事故を引き起こした私は永久戦犯だということをはっきり言いたいと思います。この永久戦犯がどの顔を下げて出てきたか、こういう人たちが自分がやってきたことに対して一つの反省もなしに再稼働を言うなのということは断じて許せるものではありません。ましてや原発の新増設、こんなことも許すことはできません。こういう永久戦犯に反省のない人たちに現職行政に携わる資格はない、この声を上げていこうじゃありませんか。皆さん戦いこれからですよ。この原発推進内閣、みんなの力で保護して原発をなくすまで頑張ることじゃありませんか。皆さんと一緒に最後コールさせてください。再稼働反対、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 おいを止めろ、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 おおまた出るな、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 原発反対、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 ただちになくせ、ただちになくせ、すべてをなくせ、すべてをなくせ、子供の未来を守りましょう。皆さんと一緒に最後まで頑張りに行きます。ありがとうございました。原発いらない、原発いらない、ありがとうございます。元気に、ね、皆さんで声を上げ続けていきましょう。 ありがとうございます。今夜も、はい、Cさんと笠井明さんがこのファミリーエリアに来てくださいました。雨の中ありがとうございます。どうぞ。ずっと昨年から直ちに入ろう、今すぐ入ろうってずっと言い続けてきたんです、はいはい、何年までに入ろうとか何なの、安全性が確認できたら入ろうって言ってきたわけじゃないんです。なので本当にもう一日も早く原発止められるように私たちも頑張りますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ笠井さんお願いします。こんばんは、日本
環境担当衆議院議員の笠井明です。年の瀬最後の行動ですが、私は新しくできた安倍政権、安倍首相や原発関連の閣僚たちが原発再稼働とか新増設あるいはゼロを見直すと、これを言うために、どんなに福島のパパやママや子供たちの希望を奪っているか、このこと本当に痛感します。とんでもないと思います。皆さん、やっぱり本当に福島でこんな事故が起こった、安全神話にしがみついて、そして原発推進してきた自民党政権、そのせいだったと、申し訳なかったと安倍首相、一回でも福島のパパママや子供たちに謝ったことはあるでしょうか。ないと思います。それなのに原発推進やってこなくとんでもない。皆さんとご一緒に今すぐ入ろ、今お品さんからお話ありましたけれども、気持ち一つに来年もご一緒に頑張っていきたいと思います。ご一緒に頑張りましょう。お疲れ様です。ありがとうございます。もう本当に笠井さんは毎週毎週この抗議行動に参加してくださいました。ぜひ来年も私たちと一緒に声を上げてください。ありがとうございました。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。はい、お願いします。皆さんこんばんは。ファミリーエリアでスピーチするのは初めてなんですけれども、本当についに安倍政権が発足して、しかもなんか経産省は、再稼働は政府が主導して責任持って進めるみたいなことも言っているらしく、で原発担当省は私たちの行動を集団ヒステリーとか言った人がなっている、本当に許せない。だからこそ私たちは負けずに諦めずに声を上げ続けなければならないと思っています。だって規制委員会でさえ敦賀でも東通りでも活断層あるって認めたじゃないですか。この地震列島日本でこの原発再稼働も再建設も絶対に認めるわけにはいきません。それに私たちは一時の感情とかでこういう行動をずっと続けているわけじゃないんです。だって事故で放射能が自分たちの町に降ってくるのを体感して、そしてその中で原発っていうのが安全だと言われ続けてきた原発っていうのがいかに未完成な技術で危険なものかっていうことを学んできたから、だから次の世代にこの原発残すわけにはいかないって、こうやって毎週毎週声を上げているじゃないですか。だから私も原発がこの日本から一気もなくなるまで声を上げ続けます。皆さん来年も頑張りましょう。本当に雨の中お疲れ様です。首都圏反原発連合の三沢と申します。ここのエリアでいつも地官邸前か、あと国会の正面とかまではちょっと出張に来てるんですけども、こちらの方はちょっと私もこわもてなもんで、あんまり雰囲気をファミリーな雰囲気を壊してはいけないなと思って、この辺でちょっとこう遠巻きに見守りながらいつもこう過ぎてる、ちょっと初めて今日はこちらの方でスピーチをさせていただきます。自民党に政権が移って、また原発推進の方にこう巻き戻しが来る、皆さんも本当にそのことを心配されているし、またちょっと変なこと も言い出したしか言い出してますけども、これは本当に私たちが去年今年ですね、みんなで作った運動というのは政権を動かすに至りました。なので今回は小選挙区マジックというのもあってこのような結果になってますけども、私たちの気持ちも変わらないし、本当にこれ自民になったから原発反対もうこれもやだっていう人もいないと思います。本当にこれにくじけないで、来年もさらに、みんなで声を上げて一日も早く、原発をゼロにして、本当に子どもとかお孫さんに、明るい未来、これを本当に手渡せるように私たち大人が本当にもうできることをやっていく、これしかないと思ってますので、本当に1月11日からまたこの抗議行動、4日お休みですけども、また始めますので、本当に皆さんもなかなか大変かもしれないですけども、本当にご参加いただいて、みんなで、本当に声を上げて運動を作って、政府を揺るがしていく、そして子どもたちや孫たちに、明るい未来をなるべく損傷のない
環境を残していく、これが本当に私たちができることだと思ってますので、本当に皆さんこれからも一緒に頑張って、行って本当に行きたいし、本当によろしくお願いいたします。本当に本当にもう皆さんもうこの1年半それ以上やってらっしゃる方も いると思いますけども、本当に今年度も本当にお疲れ様でした。来年も本当に一緒に頑張っていきたいと思ってますので、頑張りましょう。よろしくお願いします。再稼働反対。